はい、皆さんこんにちは、ヒサです。今日の雑談は車の話なんですけども、今日はですね、トヨタのノアについてお話をしようかなって思います。最近ね、思うんですけど、トヨタのノアってめっちゃくちゃデザイン良くなりましたよね。新型になってさらにスッキリして、エアロパーツもかっこいいかなと思います。ノアのめちゃくちゃいいところは、とことんシンプルさにこだわっているのがノアのいいところかなって思ったりするんですけども、そんなノアなんですけども、早速スペックから見ていきましょう。価格が267万円から389万円、この価格差は一体なんだっていうことなんですけども、エントリー車267万円ですけども、これは 2WD ガソリンエンジンだと思います。で、4WD になってエアロ付きかということで、だんだん値段が上がっていくと思うんですけども、で、最上級グレードの389万、これはハイブリッド車になってくると思うんですね。こちらにエアロが付いたものが一番高いタイプになってくると思うんですけども、結構わかりやすいですよね。ノアなんですけども、エアロと標準の2種類のボディタイプが選べます。そして、サイズなんですけども、全長が4695、そして横幅が1730、で、高さが1895から1925となっております。エンジン出力なんですけども、最大出力が170馬力の 6600rpm、最大トルクが202Nm の 4900rpm。 ノアなんですけども、2リッターエンジンで、燃費がですね、ガソリン 15.1、 4WD が 14.4、 ハイブリッドの 2WD が 23.4 で、ハイブリッドの 4WD が 22kg となっております。重量が1600から1700キロ。で、このノアなんですけども、7種類のボディカラーを選ぶことができます。ということでね、ノアに乗ってきたんですけども、まあ、結構この手のミニバン、トヨタのロングセラーで続いてる人気ミニバンなんで、すごい乗りやすい、運転しやすい、疲れないっていうのがもうね、当たり前になってきてるかなって思ったりします。最近車の値段が高い理由っていうのは、まあ、何点か考えられるんですけども、まずは安全装置の更新ですよね。毎年毎年安全装置って結構進化していきますので、それがね、大きな原因のうちの一つ。で、もう一つは、ね、ナビが高くなってる。ナビのね、中にもいろいろ種類があるんですよ。ディスプレイオーディオとかね。で、それにナビの機能を入れるとか、テレビ見れるようにするとか、いろいろね、ナビのバージョンアップでお金がね、どん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 加算されていくという感じではなってくると思います。はい。でね、今日ノアなんですけども、ちょっとまとめたいと思うんですけども、まあ、良くなった点っていうところで、見てたんですけども、まあね、やっぱりノアといえば、超ロングスライド。これ、705ミリシートがね、スライドするって感じで、すごい足元が広く取れるっていうところですよね。それからですね、このサードシートがこう跳ね上げなんですけども、横に、ね、跳ね上げなんですけども、それがちょうどね、窓のところにすっきりと収まるっていうのがすごいなって思ったりしました。それから、ノアなんですけども、リアビューがすごい良くなったって思うんですね。ちょっとテールランプのところがだいぶと変更になったんで、この辺がね、改良して良かったかなって思ったりしてます。というところで、今日はノアをいろいろ見てきたんですけども、ノアはだいぶと進化しましたので、一度ね、ディーラーで見てみて、試乗してみてもいいかもしれないですね。というところで、皆さん、いろいろと車についてアップしていきますんで、よければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。スタでした。